えー、23歳就活中の理工系大学院2年生大学は指定校推薦大学院は内部進学マーチクラスです、えー、最近研究や就活を通して自分の無能さを通過しましたしなければいけないことに対して努力ができない点が無能だと感じています結果として研究の進捗内定持ち駒なし努力ができない自分はこの先生きていても辛い人生を送ることになると考えており何回か自殺ミスをしましたどうすれば努力ができるようにかっこ死にたいと思わないようになるでしょうかもう気づいてると思うんですけど努力できないんだったらもうできないって認めてください,努力ができない 性格だにもかかわらず努力ができない人間にならなければならないってまあ、不可能なんですよ。僕はあの早起きできないんですけども、まあ、たまにしますけどあの早起きできないってわかってるんで早起きしようともしないですよね。早起きしないと俺は人として生きていけないんだってなるとしたら早起きできないから多分どうしようってなると思うんですけどうん俺できないしって知ってるので自分が努力ができないっていうのはまず認めてください。 僕そのあのなんか世間的に頭いいキャラになってますけどそもそも論浪人してるんですよ。現役でで大学どこにもかからなかったんですよ僕その浪人したにもかかわらず中央大学っていうあの動物園の隣にあるっていうあの動物か人間かぐらいの,あの微妙なところの大学しか受かなかったんですけどっていうぐらいなので自分のそのじゃあ頭がいいかどうかとか努力ができるかどうかとかじゃあ足が速いかどうかってもう無理な人は無理なんですよ。僕足は速いんですけどまあ んですけど足が遅い人がいくら頑がまったって足早くなんないんですよある程度いける人はいますけどね努力の才能があれば努力って実は才能なんですよ努力ができる才能のある人と努力ができない才能の人がいて努力ができる才能の人って努力できるのが当たり前だと思っちゃったりするんですよねポリエ高文さんっていう人がたまにあのやればいいじゃんみたいなこと言うんですけどあの人その刑務所に行きますっていう日の早朝まで仕事してたんですよねメルマガの返事を書くっていう もうこれから刑務所入るんだからマジどうでもよくないとか思うんですけど限界までやれることはちゃんとやろうとするタイプなんですよ。勉強しなきゃいけないっていうので勉強して東大に受かるとかになると思うんですけど僕多分刑務所入るってなったら勉強とかしないっすよ。あその勉強じゃないあの仕事とか。<laughs> お金に困るわけでもないじゃないですか。別にあのダラダラ楽しいことをしてそのまま刑務所行って「はいはい出ましたよ」って言ってそっから仕事すればいいやってなると思うんですけどただなんか努力できる人ってそういうその,あ,のある種の才能があると思うんですよね。 なので、才能がないタイプは才能がないタイプとして、要領でいかに生きていくかっていうのをちゃんと決めた方がいいと思うんですよね。一応、マーチクラス、僕もマーチクラスなので、マーチクラスで大学院にすら行ってないけど、割と幸せに過ごしてるので、マーチクラスで大学院まで行けるんだったら全然十分だと思いますよ。